先月5日、吉田町の工場火災で3人の消防職員が亡くなったことを受け、静岡市消防局が主催する葬儀が今日、静岡市の市民文化会館で執り行われました。一方、出火原因などの調査はまだ続いていますが、これまでの SBS の取材で、3人が火災に巻き込まれるきっかけとなった爆発的な炎症について、別の場所にいた隊員が直前に異変に気づいていたことが分かりました。黙祷。工場火災で亡くなったのは、静岡市消防局吉田消防署の万年明人さん、金原孝則さん、森西優也さんの3人です。ステージ上には遺影とともに3人の着ていた制服なども置かれました。先月5日に吉田町のレック静岡第二工場で起きた火災では、活動のため建物の中に入った消防隊員3人と警察官1人が死亡しました。今日の式には遺族のほか、県内各地の消防本部の職員、消防庁長官、川勝知事、田辺市長などおよそ500人が参列しました。葬儀委員長である静岡市の田辺市長は、隊員たちの死について、痛恨の極みであり、深い悲しみと悔しさに包まれているとお別れの言葉を述べました。その後、参列者は順番に壇上に上がり献花をし、3人の死を悼みました。一方、火災原因の調査は慎重に進められています。1ヶ月以上続いた現場検証が終わり、敷地内に人の姿はありません。また新たに工場を囲うように、このような仮設のフェンスができました。そのため現在、燃え方の激しかった1階部分を見ることはできません。爆発的な炎症は建物1階の南側で起きたとみられています。当時、隊員たちは鉄骨2階建ての建物の2階部分で出火元を探していましたが、1階南側での爆発により黒煙が建物全体に流れ込み、逃げ遅れたとみられています。爆発は予見できなかったのか、その後の SBS の取材で別の隊員が直前にその異変に気づいていたことが分かりました。建物1階北側で放水の準備をしていた別の隊員が、爆発の1分ほど前に南側とを区切る防火シャッターの下から薄い灰色の煙が立ち上がってきたことを確認していたということです。隊員は危険性があると判断し、拡声器を使い緊急避難を呼びかけましたが、2階にいた隊員たちに声が届いていたのかは分かっていません。出火原因について警察のほかに静岡市の消防局や会社側もそれぞれ独自の事故調査委員会を設置し調べています。